2018明治安田生命 J3 リーグ第13節グルージャ盛岡はここまで2勝2分け7敗で勝ち点は8。4月に行われた6節の秋田戦以来の勝利を目指します。現在5試合勝利がない16位のグルージャ、対しまして深刻な得点力不足を解消できるか。グルージャと同様2勝2分け7敗で現在最下位のギラバンツ北九州、11試合で6得点とフォワード陣の奮起が期待されます。それではホームグルージャ盛岡スターティングメンバーご覧いただきます。前節初めて公式戦無失点で抑えた11人そのままでこの試合も臨むことになります。対するアウェーギラバンツ北九州のスターティングメンバーです。前節から言いますとサイドに8番の安藤が新たに名を連ねています。ご覧の11人です。ここもダビのポストプレー強さ。さあダビ左足振り抜いた。ここは枠を左に逸れていますがワンタッチがあったということでコーナーキックです。さあ白石にボールが渡るか。さあ白石に渡った。谷口シュート決まった。 J 初ゴール。前半の19分、実に開幕戦以来の先制点です。今日注目に挙げていました大卒ルーキーの谷口海斗にゴールが生まれています。この最終ラインからのパスピタリと白石に合いました。よく中を見ていた白石、そして決め切った谷口。今度はファーサイドヘディング。ここはゴールポスト、福田のヘディングだったでしょうか。高さのある選手が揃っています。グルージャ、さあゴール近いところに行った。頭でそらして山岸なんとか吐き出しました。おそらくオウンゴールというような形になるんでしょうか。ディフェンダーに当たったボールがゴールに飛んでいきました。なんとかそれを阻止した山岸。頭でそらして、あ、ダビですね。グルージャの福田がぴったりとダビにマークをついていますが、さあ井上直接狙ってきた。中島セーブをしています。枠に行っていたでしょうか。少しもたついた形になりましたが、さあここでボールを奪う、奪い返す北九州。低いボール平井の前、平井に渡った平井のシュート、惜しくも枠を捉えることができませんでした。完璧なパスが入りましたが少し足元に入りすぎたか、体が左に流れてしまいました。さあ後半の45分のキックオフ、今度はグルージャボールで後半始まりますが、さあここは川上の前、谷村健一ボールを収めてうまく体を入れました安藤。さあボールを奪った谷村、谷村かわすシュート決まった。谷村も今シーズン初ゴール。得意の利き足左足で突き刺しました。このゴールでグルージャ盛岡ホーム通算100点目です。その100点目をグルージャ盛岡の10番谷村が奪いました。さあここは一旦戻します。川上、さあこのクリアが中途半端になる。小谷が空いた、ポストを叩きました小谷のシュート。3点目とはいきませんでした。そして197センチ井上に変えてペホが投入されます。
頭一つ抜けているこのフェホの高さ。ここはパワープレー、前田の前ですが、ここで両者の競り合い、ファールを取られました。頭のあたりを抑えています田中翔。ここで試合終了のホイッスルです。シーズン始まって初めて完封試合となりました。2対0でグルージャ盛岡が最下位ギラバンツ北九州を下しています。